ジャシスでの PR の場はブースだけではありません。プレゼンテーションも大変有効な PR 手段です。ジャシスで閉催されるおよそ500のセミナー類のうち、出展者によるプログラムが400を数え、毎年延べ1万2000人以上の聴講者数を記録しています。出展者プレゼンテーションの場であるオープンソリューションフォーラムはテーマを絞って開催されるため、ターゲットとする顧客層に無駄なく PR できます。テーマは毎年見直され、第1回の2016年は素材・材料の開発と品質管理が我が国のものづくり競争力を支えるをコンセプトに、自動車・環境浄化製品・健康・機能性食品の3つの製品分野に絞り込んで開催しています。また専門家の講演、競合他社の発表と組み合わせてプログラムが組まれることにより、一社単独で開催するセミナーでは入手できない潜在顧客層データも得られます。結構来場者の方もいらしたので、そういった、分析がっていうんですかね、メーカー側のこう思いが伝わればなというふうに思ってます。分野への PR に注力をしておりまして、ちょうど我々の考え方と今回の企画がマッチしていたと。皆さん非常に熱心に聴講されていて、参加者も多く非常にいい企画だったというふうに感じています。オープンソリューションフォーラム、そういうようなところでの発表できたということは、今後に何かつながるものがあるんじゃないかなというのも感じますし、来年以降もあればぜひそういうところにも参画できればなというふうに考えています。